皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、現代人に大事な大事な第6の栄養素についてお話ししたいと思います。皆さんが栄養素って聞くとパッと浮かぶのが5大栄養素と呼ばれるものになります。まずは炭水化物ですね、エネルギーの元になる。そして体を作るタンパク質、それを調整するミネラル、ビタミン、そしてエネルギー源の元となる脂肪、この5つになります。それをバランスよくとっていくことで健康をしっかりと調節していこうねっていう意味で5大栄養素というのよく言われるんですが、実はその他に私たち現代人が不足している第6の栄養素っていうのがあるんです。この第6の栄養素が不足しちゃうことで、例えば肌荒れが起こったりとか、よくわからないアレルギーとか慢性の湿疹とか、なんとなくうつっぽいとか生活習慣病とかね、そういった様々なことが起こるっていうことが最近の研究ではどんどん明らかになってきています。第6の栄養素って何って聞かれると思うんですが、それはズバリルミナコイドです。一言で言うと食物繊維です。皆さんが思っている食物繊維とこのルミナコイド、似ていて非なるものなんです。食物繊維ってなぜ私たち人間に必要かっていうと、食物繊維を摂ることでですね、例えば便の量を増やして排便を促したりとか、肌の水分量がアップするとか、腸でですね免疫力を調整したりとか、様々なことがある食物繊維摂りましょうよって言われてると思うんですが、でも先生、私ね食物繊維結構摂ってるんですよ。だけど腸の調子が悪いし血糖値も高いしっていう人いらっしゃると思うんですが、皆さんが思っている食物繊維とルミナコイドの大きな違いです。食物繊維っていうといわゆる繊維質って呼ばれるものと、海藻みたいなネバネバしたものに入っている不溶性の食物繊維がパッと頭に浮かぶと思うんですね。これがいわゆる皆さんが思っている代表的な食物繊維になります。この新しい食物繊維の提唱、ルミナコイドというのは、皆さんが思っている食物繊維だけではなくて結構幅広いんですね。どういう風に定義づけているかっていうと、人間が食べても胃とか小腸で分解されずに大腸で消化されて、消化された時に出る短鎖脂肪酸というものを発生するものっていう定義になってきます。短鎖脂肪酸というものは大腸で作られる成分なんですが、酪酸、酢酸、プロピオン酸と大きく3つに分かれます。短鎖脂肪酸がなんでそんなに大事かっていうとですね、腸ってずっと動いてるんですよ。電動運動のエネルギーの元にもなります。短鎖脂肪酸があることによって腸ってその免疫細胞を作ってるんですね。免疫細胞を作るにも短鎖脂肪酸がめちゃめちゃ大切です。あとは短鎖脂肪酸が血糖値が急激に上がるっていうものを抑制したりとか、お腹がいっぱいになったっていう指令を出すことによって食欲を抑えたりということも言われています。あとは免疫機能を調整することによって炎症を起こさないようにする、腸内環境を良くして粘膜に対する免疫細胞がしっかり産生されることによって、鼻とか喉から病原菌が入ってきてもある程度抵抗できるよっていう体に作ってくれるっていうことになります。そしてもう一つは、最近ダイエットのお薬で GLP-1 という注射とか飲み薬があるんですが、これはもともと腸にあるホルモンなんですね。でこの GLP-1 っていうものがアップすると食欲を抑えてくれるので、短鎖脂肪酸がしっかりと生成されることによって GLP-1 がきちんと自分で作られて食欲を抑制しているっていうこともあります。腸内環境が整って短鎖脂肪酸ができることによって成長ホルモンとかそういったものも作られるんですね。でそれが例えば肌に行くと、肌の繊維が細胞にもそれが働いてターンオーバーが促されたりとか、コラーゲンとかエラスチンの産生が促されたりっていうことが分かっています。自分のね体から肌の表皮のね水分量をアップさせたりっていうためには、免疫だったりとかホルモンの調整ってとっても大事なんですね。腸が短鎖脂肪酸を作ることによってできてるんです。今までの食物繊維はダメなんですかって聞かれると思うんですが、食物繊維って言われるとやっぱりお野菜とかそういったものだと思うんですが、短鎖脂肪酸を作るという観点から見ると、でんぷんとかそういったものも注目なんですね。例えばイヌリンとかレジスタントスターチとかフラクトオリゴ糖、これも全部ルミナコイドの一つになります。で今まではこのイヌリンとかレジスタントスターチっていうのは糖類なので炭水化物という
位置づけになってたんですね。消化をしないで大腸で短鎖脂肪酸を作るということで注目が浴びてきています。イヌリンだよとかフラクトオリゴ糖がいいよとかレジスタントスターチがいいよとか、そういう一つ一つをあえて言わずにルミナコイドっていう風に総称するっていうのはなぜかっていうと、実は大腸って広げるとねテニスコートの半面ぐらいすっごい面積が広いんですね。一言でルミナコイドとか食物繊維って言っても大腸のどこに効いていくかが全部違うんですよ。ヌリンだけで全体的なこう便通が良くなったりとか、あと免疫機能が調整したりとかってことはなかなか難しいかもしれない。でもベータグルカンって言って不溶性の食物繊維なんですが、横行結腸上がって横になる、ここに短鎖脂肪酸を作ってくれるんですね。でもそこだけでもダメじゃないですか。最後便になって出てくる場所もすごく大事で、そこにはレジスタントスターチっていうものが効いてくるんですね。このルミナコイドっていうのは一つ一つはみんな知られてたんですが、全部の腸で腸内細菌の餌となって体に大切な短鎖脂肪酸を作るものになるんです。腸活ってすごく流行ってると思うんですけれども、腸活の多くは例えばビフィズス菌とかなんとか菌っていう菌を入れたがるじゃないですか。これはプロバイオティクスと呼ばれるものになります。私たちの腸にも腸内細菌っているんですよ。腸内細菌がちょっと弱ってる時に派遣社員をね外から入れていくような感じです。社員が元気ないし人数少なくなってきたから派遣の社員のねビフィズス菌を入れてあげようとかサプリで入れるわけですよ。それが日本は主流なんです。社員が弱ってる原因がですね、上司のパワハラだったりとかお給料が少ないとか環境が悪くって会社がうまくいってない社員が弱ってるわけですよ。でこれは腸内環境でも一緒で、全部の腸内細菌がどこにいても食べられるようにルミナコイドをしっかりと取ること、それってすごく大事じゃないですか。何が言いたいかというと、腸活っていうのはこのプロバイオティクスといって外から菌を補うだけじゃなくて、プレバイオティクスといってルミナコイドのようなもので腸内細菌の餌を作る、これどっちも必要なんですね。ヨーグルトとかこう発酵食品とかそういうのいっぱい取ってもなかなか便通改善しなかったよっていう人はプロバイオティクスはしっかり取ってるかもしれないんですが、短鎖脂肪酸を作る腸内細菌の餌になるプレバイオティクスが少なかったのかもしれないです。ルミナコイドをしっかりとってプレバイオティクスをしっかりして自分たちの腸内細菌がご機嫌になったところで助っ人としてプロバイオティクスである発酵食品を取ると多様性がある腸内環境が出来上がるということになります。体の中の免疫、そして慢性炎症を抑えてくれる、腸内環境が乱れることによってうつっぽくとか気分障害が起こってくるということもだんだん分かってきているんですね。こういうねご時世でなんとなくイライラしたりとか不安に思ったりっていうこともですね、腸内環境を整えることでもしかしたら良くなるかもしれないですよね。体の中からこう炎症を抑えて水分量を増やしていけるように腸内環境を整えること、粘膜の免疫っていうのをしっかりと調整するってとっても大事なことですから、腸内環境を整えるっていうことはとっても大切なので、第6の栄養素ルミナコイド頭に入れといてください。イヌリンだったら食べ物で摂りたかったバナナとかごぼうとかにも入ってます。あとフラクトオリゴ糖っていう、これもバナナ結構入ってるんですよ。あとベータグルカン、もち麦とかオートミールにもいっぱい入ってます。であとレジスタントスターチっていうのは冷えたご飯に多く含まれてるって言われて、日本食物学会っていう食物繊維を研究している学会でもルミナコイドに関する研究とかっていうことが出てきていて、今後はルミナコイドのようなプレバイオティクスが主流になってきて、今はイヌリン、フラクトオリゴ糖、ベタグルカン、レジスタントスターチバラバラに売っているものがミックスされてルミナコイドとしてサプリだったりとか食品で出てくる時代になってくるんじゃないかなと思っています。そういった製品出てるとは思うんですけど、皆さんの中に食物繊維っていうのは水溶性、不溶性だけじゃなくって人間の体では消化できなくて大腸で初めて消化をして、そこで短鎖脂肪酸という大切なものを作ってくれるというものが新しい第6の栄養素ルミナコイドなんだよということを今日は分かっていただいて、そういったものを食べるように心がけていただけるといいかなと思います。
いかがでしたか。まずは腸内環境を整えましょう。今は食物繊維の中でも新しい定義ルミナコイドというものができてきています。ルミナコイドっていうのは大腸のいろんなところで腸内細菌の餌となって短鎖脂肪酸を作ります。でこの短鎖脂肪酸が私たちの健康とか美容にとっても携わっているっていうこと、これだけ覚えていただければ今日はいいかなと思います。これから先きっとルミナコイドっていうのが流行ってくると私の中では踏んでます。腸内環境だったりとか腸活とか、指原さんでしたっけ、アイドルの運ログだったかな、毎朝出る排便を記録するアプリで自分のうんちをねちゃんとチェックして健康につながるっていうようなことをテレビで話してたりとか、アイドルだからこそ綺麗なうんちが出て腸内環境が整ってるからそうすると元気で綺麗なんだっていうことを皆さんが今日分かってくれればいいかなと思っております。あと余談なんですけど、短鎖脂肪酸を作るっていうのはルミナコイドを取るっていうこともそうなんですが、運動するっていうこともすごく大事でですね、なんか面白い研究があって、ずっと座っている人とラグビー選手を比べたところ、短鎖脂肪酸の中の酪酸というものを生成する能力っていうのはラグビー選手の方が多かったとか、息が上がるような運動を60分週3で行うと腸内で短鎖脂肪酸の一つである酪酸を生成する機能が上がるということも分かっているので、食事運動というのもこの短鎖脂肪酸を増やして、体の調整をしてくれるということにはすごく大事なので、そこも頭に入れておいてください。スキンケアも運動も大事だけども、やっぱり食事ってすっごく大事なので、パワーワードルミナコイドっていうのは頭に入れて多種多様の食物繊維を召し上がるようにしてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。